はじめに決断ありき。決断力は成功への第一歩であり、人生において重要な要素の一つである。どんな道を選ぶにしても、最初の一歩を踏み出すためには、決断が必要不可欠である。迷うこともあるかもしれないが、その中でしっかりと自分の意見を持ち、信念を貫くことが大切だ。そして、一度決断したら、後悔しないように、その道を最後まで貫くことが成功への近道となる。未来への希望を抱き、自らの決断に責任を持ち続けることで、人生をより豊かに、充実したものにすることができる。はじめに決断ありき、その一歩が大きな成果を生むことを信じ、自分自身を信じて進んでいこう。次に成功している自分を視覚化する。成功を収めるためには、まず成功している自分を想像し、視覚化することが重要です。自分が望む結果を思い浮かべることで、その目標に向かって自信を持ち、励みになります。視覚化は実際に目に見える形で自分の成功をイメージすることで、その達成を現実化する一歩となります。成功している自分を視覚化することで、目標に対するモチベーションが高まり、行動力も増します。自分の成功をリアルにイメージし、それを実現するための具体的なステップを考えることで、成功への道がより明確に見えてくるでしょう。成功している自分を視覚化し、そのイメージを日々の行動に反映させることで、成功への近道を見つけることができるのです。行動した分だけ未来が変わる。人生は私たちが行動することによって変わります。何もせずにただ待っているだけでは、望む未来はやってきません。目標を達成するためには、積極的に動き出すことが必要です。行動を起こすことで、新たなチャンスが現れる。可能性が高まります。小さなステップでも良いので、行動を起こすことが大切です。失敗や挫折を恐れず、積極的に行動することで、自分の未来を切り開いていくことができます。行動することによって、自分の能力や可能性を引き出すことができます。未知の領域に踏み出すことで成長し、新たな経験を積むことができます。行動することで、スキルや知識が増え、自己成長につながります。行動した結果が必ずしも良いものであるとは限りません。失敗や困難にぶつかることもあるかもしれません。しかし、それらも自分を強くし、成長させてくれる経験となります。行動を続けることで、未来への可能性を広げることができるのです。積極的に行動することで、私たちの未来は確実に変わっていきます。未来を切り開くために、今日から小さな一歩を踏み出してみましょう。行動した分だけ未来が変わるのですから。